さんこんばんは、こんばんは。日本だけでなく最近世界中でいろんなことに批判されて自主規制したり自分の主張を曲げざるを得ないことが多くなってきている気がします。昔の人はいろんな批判に対してうまく切り返しを行ってぬらりくらりかわしたりする人だように思うのですが、そういう人は最近減ってきているのでしょうかと。昔の方が切り返してないと思うんだけどな。うん、なんかほらメディアもなかったし押し切って逃げ切ったらそれで終わりだったっていうことな気がするんだけど。そうね、あのクイックジャパン の某アーティストの人もさ、あの出版当時別に全然問題になってないんだよね。そうね、あれが最初に問題だなと思って、なんか2年ぐらい経って2チャンネルの中でスレッドが立って炎上して、でその後になんかその本人に会いに行くだかなんだかみたいなのがちらっとあって、でなんかもう1回ぐらい何年か前にあって、でこれ3回目 でようやくそのツイッターを使う人がまあその人口の割合で増えて、ツイッターが流行ったものっていうのがテレビで取り上げれるみたいになって、逃げ切れなくなったっていうだけで。だからなんかその歴史として、この、そういうあの、20年前は逃げ切れたよね。でも、その2021年は無理だよねっていうことな気がするんだけど。うんうんうん。あの、森元首相の発言とかも、あれも多分10年前とかだったらスルーだったと思うんだよね。あったね。神の国発言だっけ？まあそうだし、あの、要は女性が話が長いっていうやつとか。ね。うん。それもなんかあれで結局失言ということになったから、だからどんどん厳しくなってるんじゃないかなと。で切り返してうまく逃げ切れてる人っていうと、今で言うと麻生首相はうまいと思う。首相で麻生財務大臣、はいはいはい、はい、あのまあうまく切り返せてるかどうか分かんないけど、まあなんかその場がそれで止まるので、あの一応逃げてるっていう意味で言うと菅首相もそうか。まああの特に首相になる前の方は結構のらりくらりというか、まあうまくかわしてた気はするね、うん、まあそれで、うんあのうん、家庭の質問は答えませんみたいなとか、うん、ちょっとまあでもヘイトも貯めてるとは思いつつも、うん、うん、まあなんかご飯論法とか言われたりしますけど、だからまあそういう意味でいくと、はいはい、昔の人の方がそこら辺のスキルは少ないんじゃないかなという気は、うん、はい、ということでじゃあ次行きましょう。